え、ここはどこどのホテルのロビー？いえいえ、ここはなんと駅舎です。駅に訪れるだけで大正ロマンを味わえちゃう。そして鉄分もたっぷり。魅力的な駅を今日もご紹介。桃の乗り鉄日記。めちゃめちゃ可愛らしい駅舎ですよね。本日は信濃鉄道軽井沢駅に来ています。いや、もうめちゃめちゃレトロで素敵ですよね。ここは実は駅、現役の駅です。信濃鉄道さんの軽井沢駅に来ています。もともと軽井沢駅として国鉄時代使われていたものが今の駅舎に変わって一回記念館になってたんですけど、それを今信濃鉄道さんの軽井沢駅として利用することができるんです。じゃあ早速中も行ってみましょうか。その前にこの駅がめっちゃ可愛いんですけど、まず駅の内容はすっごい高まる部分があって可愛いですよね。まさに大正ロマン、まるで洋館のようです。かつて記念館としても使われていたので、こうして車両も生態保存されています。残っていたり、これはですね、草刈る電鉄電気機関車、今でき12型機関車ですね、はい、鉱山用のトロッコを改造したもので、大正4年7月より草刈る軽便鉄道で営業開始して、その殿下から35年間使われていたものだそうです。これがこの機関車が牽引した車両、各社の車輪。あとこれもめっちゃ気になるなって思ったら、この軽井沢駅方面のレンガサイドがあった時の残りみたいです。もう早速駅に行きました。まだ雪残ってるね。改めて駅舎へ向かいます。めちゃめちゃ可愛らしい駅ですよね。こちらはじゃ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 ん、信濃鉄道の軽井沢駅です。ここもともとは、JR というか国鉄の軽井沢駅だったんですけど、旧軽井沢駅記念館として保存されていたものが今信濃鉄道さんの軽井沢駅として使われているんです。レトロ調で素敵ですよね。早速入ってみようと思います。かわいい。前来た時はクリスマスツリー飾ってたんですけど、今は新年バージョンになってますね。そしてロクモン大好き。実は今日はこのロクモンに乗っちゃうんです。なんかレトロな雰囲気が漂っています。それでね、これも待合室、めちゃめちゃ可愛いですよね。ロクモンも水戸岡さんのデザインなんですけど、合わせてこの待合室も水戸岡さんのデザインってなってるんです。今はまだやってないけどね、イタリアンもあるんです。前中央店だったけどね、新しくレストランになったんだ。いや、めちゃめちゃ改札も可愛くないですか。まずはもう大好きなこっち一緒に行ってみましょう。並んでるんですけれども、もともと記念館だったんで、
在して、あっちにアクトがあるんだけど、アクト式からそのロクさんに変わって急勾配でね、粘着で交番するようになって、で、まあ 66.7mm の薄い通り、横軽と超えですよ、横軽薄い通りを補助するといって開発された形式です。平成9年の9月までね、活躍して、その前に使っていたアクト手の難所、横川から軽井沢へ向かう途中の薄い通りを越えるべく電車を支え続けた EF63。 そしてそれ以前に薄い通りを初めて越えたアプト式デキ EC40。 信濃鉄道開業に合わせ、JR 東日本より譲り受けた丸太と、国鉄時代からの歴史の展示のようでもありました。そして、こっちに、見てください。可愛くないですか？これが森の堀セキュリティステーションといって、今日は定休日みたいなんだけど、奥の方に、なんかちょっと映えな感じのブランコがあったり、なんかこう縁日みたいなお店があったりして、ここでは列車も走るんです。森のコリスキッズステーション、お子さんはさ早めに来てもここで待つことができて最高ですよね。でも大人もね楽しめる感じだったよ。というわけで今日はこの信濃鉄道さんの6門に乗っちゃいます。乗るの2回目なんだけど超楽しみなんですけど、なんと6番になる前にラウンジを使えるんですけど、そこで使えるドリンク引換券をゲットしました。コーヒーとリンゴジュース悩むけどさ、やっぱ長野といえばリンゴジュースかな。あ、これリンゴジュース1個お願いします。旧軽井沢駅舎の2階には六門の食事やドリンク付きプランのお客さんだけが使える六門ラウンジがあります。かつては皇族が要人も利用した貴賓室だったスペースを利用したもので、この階段も様々な時代の人が登ったのかと思うとロマンチックですよね。で、もともと貴賓室で使われていたとこなんですけども、今は六門ラウンジになっていて、6名乗車するだけに入れる特別なところとなってるんです。明治43年に竣工、その当時の貴重な木材はそのままで、六門と同じ水戸岡デザインで旅の前から夢の国へと連れて行ってくれます。贅沢なひととき。というわけで次回は夢の観光列車六門に乗車しちゃいます。次回もぜひ見てね。かっこいいですね。いいねって思ってくださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。